新原勇サムは日本の柔道家。昭和初期に日本国内における最高峰の柔道大会であった全日本選手権大会や明治神宮競技大会等で活躍し、指導者としては朝鮮や台湾でその礎を築いた他日本国内においては福岡県立加保中学校を全国優勝に導いた実績を有す戦前を代表する柔道家。 柔道指導者の一人である。現在の福岡県飯塚市幸福袋に生まれる。県立加保中学校に入学すると、当時福岡県下における柔道の大家であり、同校の師範を務めていた江野本元吉より熱心に手ほどきを受け、1929年に2段くらいで卒業して翌年京都の武道専門学校に入学した。竹仙で急貝を始め、 田畑翔太郎両藩士に指示し、柔道教師であった、福島聖三郎、栗原民を、森下伊佐の胸を借りて、稽古に励んだ新原は1932年に、精錬賞を受け、翌33年には、行道館五段くらい、1934年の教師号試合では、飯山栄作に競り勝って、称号を排除している。同年に、首相で、 武線を卒業した新原は壊れて、朝鮮総督府警察の柔道教師に着任し、9月の内地外地対抗試合に出場して、卓務大臣賞を受けたほか、11月の第5回全日本選手権大会には事実上の日本一決定戦となる、専門総年前期の部に、第8区代表として出場、初戦で、上田文次郎五段を下し、2回戦で、 武千の後輩にあたる伊藤徳次五段に合わせ技で破れた者の3位入賞を果たした。なお、この朝鮮時代には、教師という肩書きながら、自身も救歳年長の古沢勘兵衛より指導を受け、その後の柔道館、人生官を確立する教えになったと、新原は語っている。その後一時的に母校の加保中学校へ招聘された、新原は柔道部を率いて、 その最高に尽力し、今週大会では九百三十六年に準優勝、九百三十七年には決勝戦で前年に敗れた同じ福岡の周遊館に雪辱を果たしついに日本一の栄冠を得。え、過去中はその有名を全国に轟かせた。この間、新原は自身も選手として活躍し、九百三十五年十月の全日本選手権大会こそ、 初戦で、竹戦時代の同窓である、瀬戸口新吉五段の膝車に苦敗をなめたものの、直後の第8回明治神宮競技大会には、一般の部へ出場し、リーグ戦決勝試合で、宮城の星名久志,志郎五段を、横四方方に抑えて、優勝を成し遂げた。また、1936年4月の第1回全日本東西対抗大会に、西軍選手として出場すると、 東軍の石橋里三郎五段と守備よく引き分け、同年11月の第6回全日本選手権大会では、大阪の菅原良太郎五段、東京の阿久津徳次五段を立て続きに飛べ巻き込みで一戦し、決勝戦では前年に敗れた因縁の相手である瀬戸口新吉と相対。この試合は両者互いに譲らず、時間いっぱいを戦って、異例の引き分けとなった。新原は、 身長180センチメートル、体重88キログラムと当時としては大柄な、体育から繰り出す豪快な巻き込み技や大腰、大外刈りに長寿、全日本大会等での激闘をもって、この頃には、鬼、新原の名を欲しいままにしている。1938年8月に、再度ド朝鮮半島に渡り、朝鮮総督府警察の主席教師として迎えられて、 更新の指導に当たる傍ら、1940年2月に開催された後期2600年方祝の第2回全日本東西対抗大会には、選手として出場、警視庁の大沢嘉一郎を合わせ技に下し神奈川の強豪、真壁愛之助と引き分けて、西軍の勝利に貢献している。同年台湾総督府警察の師範となり、終戦までこれを務めた。 戦後は日本に引き上げて、京里、飯塚市の吉原町に京構え、信玄工業株式会社を立ち上げて、戦後の混乱の中で食に溢れていた柔道関係者を積極的に採用するなど、炭鉱経営に勤しんだ。また1948年に敵水管道場を設立して、青少年の育成に汗を流しつつ道所にて、石骨院を経営。 このほか県立加保高校の柔道部の面倒を見たり、1965年2月からは一時的に福岡電波学園電子工業大学の教授として腕を振るったりもした。教え子には後にオリンピックや世界選手権で活躍する松田博文や園田吉尾、勇兄弟など。選手としては1948年の九州、関西対抗試合に出場し、 翌49年の九州三県対抗試合では優勝を成し遂げている。またこの間、行動館より1948年5月に七段に、7年、おいて1955年6月に八段に、劣勢られた。その後も地区法地区柔道協会会長や、福岡県柔道協会理事、全日本柔道連盟評議員等の重責を、二内指導の進行。 発展に尽力した新原は、その功績から1984年4月の行動館100周年に際して球団くらいを許された。商談に際し新原は、未熟不憫の私には、身の引き締まる思いと謙虚に述べ、今後は球団くらいに恥じない柔道を、九州の一軍を照らしつつ精進すると意気込みを語っている。力必殺をザウの命に長く、 九州柔道会の重鎮として活躍した、新原だったが、1987年5月18日午後3時50分に、脳内出血のため死去。去年77、同月24日に、適水乾燥が取り行われ、多くの門人たちがその精神的支柱を失った、悲しみに暮れたという、法名は、なお、動員尺、適水明祐子児。ありがとうございます。